万有学母獲得に本気すぎる。今季マルカイもスカウト派遣してる。イングランドプレミアリーグの名門、マンチェスターユナイテッドがスペイン一部、レアルソシエダードの日本代表ミッドフィルダー、久保建英22の獲得に乗り出す方針と、英資産が報じた。リーグ7位21日現在と低迷するマンユーについて、同志は昨季にオランダ一部アヤックスから獲得した、アントニーについて、加入以来、ほとんど影響力を与えていない、レッドデビルズマンユーにとって非常に残念な成績、すでにエリック・テンハグ監督は後任候補を探していると指摘、その上でマンユーは元レアルマドリードスペインの選手、久保に注目し、今シーズンに少なくても7回、久保をチェックするためにスカウトを派遣していると伝えた。マンユーはかねて久保をリストアップしていると報じられていたが、久保と契約するための一環として、アントニーにレンタル移籍を提案すると記し、日本代表選手を獲得するためにポジションを空けるという。また同志は久保は主に右サイドでプレーするが、10番中央としても起用できるウィンガーに対し、4300万ポンド約77億8000万円の移籍金で、受け入れられるだろうと理解している。マンユーは今後も久保の進歩を監視し続けると見られると報道、久保獲得に向けて準備を進めている。今のマンユーは怖いな、サンチョとアントニーのようになりそうで。マジでやめとけ、プレミア行くならして、それ以外ならリーガがベスト。久保は、ラリーガの方が向いてると思う。昔なら喜んだが、今マンユー行っても嬉しくない、トミーや遠藤や三笘見て、だんだん贅沢になってきてる自分がいる。ユナイテッドは選手一人取ったから、良くなるとも思えない、チェルシーとユナイテッドはちょっと、印象良くないかな。今のマンユーなんか、行かない方がいいわ。なんとなくだけど、同じ街のライバルの方がフィットしそうだけどね。ソシエダ CL グループ首位通過、ユナイテッド CL グループ最下位。どう見てもステップダウンです、はい。ほとんど沈んでるデイシューには、どんだけ積まれても乗らんだろう。マンユーならラレアルの方が上。香川の二の舞になりそうだから、やめとこう。